さん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の第3課12番目のビデオ、文法の4番目です。これはダイガーデヤプンユダジャダルユ、みんなの日本語の中級の1番の第3課の4番目の文法ですね。ページは68ページです。こちらですね、68ページ。タイトルね、て欲しい、ないで欲しいですね。もうちょっと詳しくね、If I make it a little more detailed ね、ここね、他の人に、まあ、誰かに、ね、自分じゃないです。自分じゃない人ね、somebody else ね、誰かにて欲しい、ここて形つけます。それから誰かにないで欲しい、これはその人はこれをしませんですね。皆さんこれ覚えていますね。もちろん覚えてるね。私は早く家へ帰りたいです。このタイね、このね、帰りたいのタイを使うときには、これ帰る人は誰ですか？そう、帰る人は私ですよね。私は帰りますね。私は帰ります。で、私は早く家へ帰りたいです。残業したくないですね。早く家へ帰りたいです。でも今日のこれね、他の人ですで、ね、私は夫に早く家へ帰ってほしいです。私は夫に早く家へ帰ってほしいです。これを見るとね、このね、私でね、私はね、欲しいの方につけます。私は欲しい、so, I wish, I want、ね、そしてこのね、夫にだよね、これね、夫に早く帰ってほしい。帰るのは夫です。そうね、 I wish、ね、or I want my husband、ね、to come home early、ね、そうね、私は欲しいんだよね。 I want、 私はしてほしいです。で、何をってね、夫は早く家へ帰りますです。これはちょっと複雑ですね。でも気をつけてください。この欲しいはここにね、動詞、誰か他の人に、彼に何かしてほしい、ね、彼女に何かしてほしい。もし内容がネガティブだったら、ない形使ってないでほしいにします。なので、たいを使うときには自分だけなんだよね。 I want to do、ね、の感じで使っていきます。ではちょっと次の例はここに置いて、これ後で一緒にやりましょう、ね、これ後で一緒にやる例です。ではね、まず教科書を読んでいきましょう。68ページですね。68ページのこの4番、ここ読んでいきますから一緒に読んでください。4番、て欲しい、ないで欲しい。祖母は今90歳です。祖母にはいつまでも元気で長生きしてほしいです。そう、私は I wish ね。で、my grandma live stay 何これ stay healthy ね。いつまでも forever ずっと元気で長生き live long ね、長生きしてほしいです。次です。早く景気が良くなってほしいですね。これはね、景気、人の時には人にですけど、景気が良くなる時はがでいいです。景気が良くなってほしい。これは景気がいいです、ね。香港は景気がいいです。景気が悪いです。というね、で、早く景気が良くなりますね。良くなってほしいですね。いや、もう本当にそうですね、うん。次です。自然を守るためにこれ以上森の木を切らないでほしい。これはこの他の人だね、 other people ね、誰にというのははっきり書いてありませんが、まあなんか誰か他の人だよね。木を切る人ね、木を切る会社とか、あとは木を切るなんだ、ローコーガバメントかな、地方のね、なんか政府とか何々県とかですかね。そうですね、 so I wish they だよね、 they はっきりわからないよ、もうなんか those people ね、They, I hope they will not cut、ね、any more like, tree in the forest ですね。では練習1番。レイ、この説明書の字小さくて読めないね。
もう少し大きくしてほしい ね。これは、新聞とか辞書ですか ね、 そうね。でね、 We wish の感じね、 We でね、あのこの2人の人 ね。 We wish they make it bigger の感じ。1番、ハンス君が来週サッカーの試合に出るそうだよ。どう言ったらいいですか？皆さんできる？自分で言ってみて。何何何、多分これは I wish Hans、 例えば plays well とか、それから I wish Hans、 例えば win だね、 Hans team win the match とか、こんな感じかな。例えばハンス君には、活躍というね、活躍はあのよく、あの上手にいい仕事をするとか、ね、活躍してほしいですねとか、ハンス君のチームに勝ってほしいですね。なんか答えはたくさんありますよね、で2番、もう3月も終わりなのにいつまでも寒いですね。どんな答えがいいですか？例えばなんか、こんな感じ、 I wish、ね、the spring、ね、will come sooner、 あと早く春になってほしいですね。春が来るでもいいかな、早く春が来てほしいですね、を春に来てほしいですね。それから他にはあと、 I wish it gets warmer sooner、ね、早く暖かくなってほしいですね。次ですね、3番、駅の前に自転車がたくさん置いてあって通れないね。そしたらこれは何だろう、例えばどんな答えがいいと思いますか？例えばね、 I wish、 例えば何だろう、なんかポリースかな、 The police、take away order、remove というの、 remove order bicycles、 例えば immediately、警察にでね、警察にすぐにとか早く、ね、自転車を持って行ってほしいね。多分ね、ないででもよね。例えば、We hope the people will not leave their bicycle there。みんなに、ね、自転車を置かないでほしいね。ね、自転車を置かないでほしいね。では、次です。練習2番。市民の声という番組でインタビューを受けました。要望を言ってください。なんでここね、要望です。なんか、I hope, I wish の感じ。なんか、要求がね、言うかを、要求ね。要求はとても強いです。あなたはそれをしなければなりません。絶対にしてくださいというのはとても強い。あまり使わない方がいいと思います。要望、もっとソフトです。優しい感じね。例えば、例、子供が安全に遊べる場所をもっと作ってほしいです、ね。皆さんは、香港政府に何を、どんな要望を持っていますか？私は本当に、早くこのコロナの規制だね、リストリクション、早くコロナの規制を全部やめてほしいですね。もっとなんか自由で楽しい生活がしたいですね。本当に。ではね、次行きましょう。これですね。これ全部なんか私が考えたやつです。一緒にやってみましょうね。これこの先生、父、母、友達、彼、彼女は、まあ、私が、お願いしたいというかね、私がなんかこう、I hope they do よね、この対象の人ですね。で、これが内容です、ね。してほしいときはします。で、してほしくないときはしませんと書きました。ちょっと見てください。先生ですね、先生。で、日本語で日本語を教えます。So, use Japanese and teach Japanese ですね。これね、今じゃないんですけど、前に、なんか、大学で日本語を教えていた時に、ティームティーチングというものをしていた時に、他の先生が、私のパートナーの先生が、広東語や英語が上手だから、広東語や英語で日本語を教えていたんですね。で、それで、
生徒がなかなか日本語を聞いたり使ったりするチャンスが増えなかったので、私はいつもこれを思ってましたね。先生にね、先生に日本語で日本語を教えてほしいです、ね、次です。父ですね、父、私のお父さんね。でタバコを吸いません。私の父はね、ちょっと残念ですけども、亡くなったんですけれど、結構タバコが大好きでたくさん吸っていたので、いつもこれ思ってました。私は父にタバコをやめてほしいです。で私は父にタバコをやめてほしいです。過去形にできます。 We can make it past tense ね。私は父にタバコをやめてほしかったです。でタバコをやめてほしかったです。で次行きましょう。母ですね。母で車を運転しませんですね。私は母に車を運転してほしくないです。または運転しないでほしいですよね。今日のこの運転しないでほしい、私は母に車を運転しないでほしいです。なんかちょっとね、危ない感じがするから ね、 なんかねちょっとだけね。あ、でも実際には母は私より車の運転が上手です。私も結構危ない人なので、多分私の家族や私の友達は私に車を運転 しないでほしいですね。どうでしょう、皆さんどう思いますか。で次いきます。次はですね、友達ですね。友達、誕生日パーティーに来ます。 I wish my friends come to my birthday party。 私は友達に誕生日パーティーに来てほしいです。私は友達に誕生日パーティーに来てほしいです。次です。彼ですね。彼はまあボーイフレンド、キャビヒーですけど、彼で一緒に日本へ行きます。私は彼に日本へね、一緒に日本へ行ってほしいです。私は彼に一緒に日本へ行ってほしいです。そして彼女ですね。彼女はガールフレンドね。彼女はシー、キャビシーね。彼女、僕と結婚します。これなんかちょっと私じゃないけどね、I want my girlfriend、ね、marry me の感じですね。僕と人と結婚するとを使います。僕は彼女に、ね、僕と結婚してほしいです、ね、僕は彼女に僕と結婚してほしいです。はい、いいです。ここまでにしましょう。で皆さんこれね、この練習2番、これは結構大事な宿題です。皆さんよかったらですね、香港政府や中国政府、日本の政府に、ね、何かしてほしいこととかあったら、いろいろ書いてみてください。なんか今のなんかね、多分ね、いつも大変だから皆さん要望がたくさんあるかと思います。はい、じゃあね、ここまでよかったらここまで見てくれた人は見た後でね、ライクしてくれるととても嬉しいです。コメントもくれると私はすごく嬉しいので、質問でも何でもいいですから、よかったらください。で次のビデオは69ページのこれ5番ですね。そうな、そうにですね。なんかこれね、ルックですね。ホーチーまままガンゲね、ハオシャンで、まあ、ザマザマザマヤンダっていうのを、ね、やります。ではここまでにします。また明日会いましょう。お疲れ様。バイバイ。